もしもし。いや、誘ってくれてありがとう。でもね、ちょっと前住くんがね、桃鉄がしたいんじゃなくて、俺と遊びたいんだよねって言ってくれたから、一緒にできない。でもあいつ一回裏切ってるよ。え？私のとこからそっち行ったんだよ。そうだよ。あ、知らなかった。もしかして初知り？わお。まあ僕らは真由美と関わりが深いから言えるんだけど、あいつ裏切るよ。え？裏切るの？そうだよね、最近知ったのかな、もしかして。うん。そう、ごめんね。え、そうだよね。気をつけた方がいいよ。え、わかった。じゃあちょっと本人に言ってくるわ。うん、もう一回相談してくる。うんうんうん。わかった、ありがとう。ただいま、さ。話があるんですけどいいですか？どうしたの急に改まって。みんながさ、前澤君に裏切られたって言われたんだけど。そんなこともちろんないけどね。だよね。でもね、ちょっと引っかかってんのすごく一個。どうしたの？さ、一回さ一緒にやってくれるって言ってくれたじゃん。でもさ、すぐ寝返ってウリハちゃんのとこ行ったじゃん。それがすごく結構引っかかってて、だからまた裏切られるんじゃないかって、だったらウリハちゃんとちょっと桃鉄やった方がいいんじゃないかってちょっと思ってて。寝返った？俺が？え、寝返ったよね森中さん。え？敵を欺くならまず味方からって言葉知ってる？最初から俺は森中さんと一緒に桃鉄をやるつもりでここに来たんだよ。なるほど。でもまあ揃ったのにまだ森中さん揃ってないんだみたいな煽りムーブ、一旦そういう流れを作った方がまあ配信的には面白いかなと思って。なるほど。あ、じゃあそれで一旦そういうムーブをさせてもらっただけで、最初から俺は森中さんと一緒に桃鉄やるためにここに来てんの。なるほど、分かった。確かにみんながちょっとなんか勘違いしちゃってるだけなのかもしれないね。もうそう言って森永さんはすぐ揺らぐんだから一番最初に大事なものっていうのはこの友情。わかるでしょ？話したもんね。もっと仲良くなりたいって森永さんが言ってくれたその気持ち、俺がないがしろにするわけもちろんないじゃん。なるほど、わかった。じゃあちょっと断ってくるよ。それが大事。わかった。あ、よね、こなちゃん、お帰り。ただいま。お帰り。ね、まゆずみくんがね、配信を盛り上げるためにそういうことをやってくれたから、本当に一緒に遊びたいと思ってくれてるって言ってくれたの。だから、まゆずみくんと一緒に桃鉄やることにした。ってことは、まゆずみは僕らとは遊びたくなかったってことかな。僕ら3人は、まゆずみと一緒に桃鉄できるって思って。本当はだって4人でできるはずだったのにできないって突然なって。でもさ、ほら4人でやっちゃうとさ、カザの方の企画がさなくなっちゃうじゃん。でもそんな抜け方しなくてよくないじゃん、なんで一回僕らの方来てなんか4人で遊べるみたいな空気出す必要があったわけ。確かにわざわざ傷つける方法でこんなねごちゃごちゃにさせなくてよかったよね桃鉄ね。絶対後悔するよ。確かにみんなそう思ってくれてるんだったらちゃんと考えなきゃ。ちょっともう一回だけちょっと相談してくるね。3人でずっと待ってるね。じゃあ待ってる。葉月さんとできること待ってる。タイマー。何どうしたの？さあ、3人ともめちゃくちゃ傷ついててさ、前住くんと一緒に4人でできると思って集まったんだって、でそれでやろうと思ったら裏切られたっていうのに傷ついてて、で、そんな人に森中さんを任せられないって言ってて。向こうの意見聞くんだじゃあ。桃鉄ってさ5人でできない？できないよ。だから選ぶしかない。向こうを選ぶか俺を選ぶかどっちかだ。え？森永さんが向こう行くやつ。ほっとけばいいじゃんあんなやつら。でもさ、前住くんさ、ちょっとよく考えてみたらさ、おかしいと思うんだよ。うん。だってさ、最初にお金でさ、釣られた時点でさ、それって本当に純粋な意味でカザとやりたいと思ってるの？じゃあカザキさんもそうやって俺を裏切るんだよ。裏切ったのは前住くんなんじゃないの？最初にだって天使のささやきあっただけで言っちゃったじゃん。はあ、そっか。森中さんは賢いね。そうだよ。結局は金とエンターテイメント。それが全部。何か悪い？分かった。いいよ。でもそういう人がいるっていうのはもう知ってるから。カザは君のことを否定しないけど。おい、森永、俺を裏切んのかよ。なあ。いや、裏切るとかじゃないじゃん。でも君が裏切ったから、それ相応の対処は取らせていただくってこと。じゃあ勝手にすれば。いいよ。また、コラボはしてね。あ、いいよ。またやろうね。まあ時間的にそろそろ多分、4人集まってやる流れの方が大事だと思うし、行きな。また遊ぼう、また遊ぼう。ごめん、ほんと。マジなやつじゃん。急にマジなやつになるじゃん。バイバイ、前住、バイバイ。うん。勝手にしろよ！出てけよ、こんなところから！